はい、どうも皆さんこんにちは、三月くばさです。横川みなとスターダムへの道やっていきます。いやー、前回はね、ようやく巨人戦初めて勝てました。なんとか3失点で抑えられました。本当にね、長かった、ということで、あのね、実績がもう一流ということで、最大値まで伸びました。よかったですね。やっぱりこう、まあ、お前、リアルに言うと、お前、ルーキーから、お前、実績一流ってどないやねん。まあ、思うとは思うんですけどね。まあ、そこは、ゲームの、ただ一年だけで遊ぶモードですからね。まあ、この実況も言って、懐かしむためのものですからね。お。いやー。前回のでようやくちょっと巨人に対する嫌なイメージは払拭できたかなっていう感じはしますね。コントロールストレッツ。あ、そういえばなんかショップに新しいアイテムが追加されたみたいなこと言ってましたね、前回。もし時間あるならちょっとショップ、スポーツショップ寄ってみようかなって思います。覚えてたら寄ります。覚えてて時間があったら寄ります。お、強い、いいね。なんだかんだルーキーで14勝ってだいぶいいと思いません？防御率そんな良くないですけど、防御率は 3.15？ あんまり良くないですけど、なんかパリーグすげえ試合してんな。なかなかね、阪神と差が縮まらないんですよね。こう9月に入ったんで、そろそろちょっとね、追い上げじゃないか。今ストーク消しました。ちょっとね、追いついていかないときついですね。お、桑原健太郎投手だっけな。ここ3連勝できたらでかいけど、どうだろう。勝った、マジでブーチェック、ちょっとブーチェックかな。投手か、やばいな、軒並み防御率悪いな、投手陣。あんまり投手グラフ高くなかったですからね。どうしよう、ゲージ微妙だな。夜だから多分スポーツショップだし、いいか、ストレッチで。あ、違うわ、練習でよかった。まあいいか。お、2ゲーム差。あと15試合か。ってことは、多くて3回ぐらいですかね、あの、あれを、ポストシーズンでいいのかな ?CS とかを除けば、あと2回ぐらいですね。なんかね、こう、終わりが見えてくると、やっぱちょっとこう、寂しい反面、なんだろう、こう、ちょっと、こう、やる気が出るっていうとちょっと語弊あるかもしれないんですけど、なんか完結が近づいてくると、よしやってやろうっていう気分になるのって僕だけですかね。あ、負けた、くそ、マジか。なんかそんな感じなんですよね、僕は。なんか結構足立実況の時もね、あの CS 入ってからはだいぶ、まあ、あの毎試合というか、1試合ずつ取れるからっていうのもあったんですけど、やっぱ結構こうガンガン取ってましたね、その頃は。あ、しまった。ファンにあれでよかった。お？誰って言ってたんだ。見てなかった。
梶谷選手いるやん、セカンド。この頃内野手か。そうか。どうなった？どうだ？どうだ？頼む。うわ、ちょっとこれやばいんじゃないの？これやばいんじゃないの？これやばいんじゃないの？あ、佐藤選手か。あ、でもいいね。前確か強くなった佐藤選手ですよね。いやー、勝ちたかったなー。でもつまぶし、まあ一応ね、あのよ、横川の次のスタープレイヤーじゃないわ、また間違えた、スターダム、もう一応考えてます。はい、いやでもこんだけ、まあこんだけというかちょっと連敗重ね気味ですけど、負けて、阪神も負けてるのでゲーム差が広がらないっていうのが、ね、ありがたいことですよね。多分この中日の次のカードなんですよね、おそらく。はい、さあガンガンいきますよ。石川選手が絶不調か。勝ったあら、うちかあーもう、まあ内川選手がダメでも、とりあえず村田選手がね結構打ってくれたみたいな、何よりですね。さあ次どこだろうな。こ、あ、なんかカープぐらいな気がする、なんとなくですけど、なんとなくですけど。さあ、どうしようか。阪神も勝ったか、もう縮まんねえよ差が。阪神じゃねえ、巨人マジック1だし。さあ今日はねオフということで出かけましょう。とりあえず休んで、朝は、あ、行けるスポーツショップ。9位下がるのきついな。今更って感じもありますけどね。うん、どうしよう。適当にノーパソでも買っときましょう。結構お金あるんでね。最初の頃は考えられないな、本当に。横川君も金持ちになったね。お、筒香選手前やったし、大西選手行こう。これ、アトリ選手ってあれですよね。太田アトリ選手ですよね、おそらく。大西選手は、大西広い、え、広、広いよきだっけな、よかったですよね、確か。で、どうしよう。何しよう。まあ、コンビニでコーヒーでも買って。ちょっと、あんまりね、ゲージを、こう、どっちかに振らしたくないんでね。ちょっと変わった方が、ブログコンテンツの契約。はぁ。え、ちょっとマジで必ず行かないとダメ。あー、買うんじゃなかった買うんじゃなかった、ここで後悔したよ。公式ブログの依頼を受けた。半月で5回ブログ更新を行えばいいらしい。もちろん5回以上どころかもっと頻繁に更新してもいいらしい。ブログでファンとの交流を深められるといいな。ということで今回は好調で阪神戦です。ちょっと嫌な感じがしますね。さあ行きましょう最近センター森笠選手が多いですね。さあどうなるかな。
ちょっと不安なんですよね。正直なことを言うと。いや、あの森笠選手はいいんですけど、僕がね、ちょっと横浜スタジアムです。テレビをご覧の皆さん、あんまりこう横浜ベイスターズ対阪神最近ちょっと阪神戦でお送りしてまいります。打たれ始めてる気がして、タイガースを迎えての3連戦というのもありますし、調子も絶好調じゃないっていうところがやや不安なんです。よろしくお願いします。さあ、もうこれでシーズン最後だろ、阪神戦。22回戦目だぜ。もうないでしょ。まあ、ラストの阪神戦ということで、有終の美を飾っていきたいと思います。今日の先発ピッチャー、横川。前の先発登板では勝ち星を挙げています。15勝目いくぜ。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。あの、なんだっけな。何を言いたかったんだっけ。あ、そう。直接対決なんでね、負けらんないんすよ。ここで。変なピッチングして負けるわけにいかないんでね。ここ勝てる勝てないは結構でかい気がするんですよね、僕が思うには。1回の表タイガースの攻撃、先頭のバッターリン・ウェイツ。なんでね、やっぱりこう頑張っていかないといけないですね。今日の第1球、初球スローカーブ。本当に第1球スローカーブ多いですね。前回あの巨人戦もそうなんですけど、横浜対阪神、この3連戦の初戦、あー、ボールだった。を取るんでしょうか。さあ、3球目アウトコースへ決めました。2ストライク1ボール。マウンドは先発ピッチャー横川。わっとい、これはピッチャー正面、一塁投球、一塁はアウトになります。巨人戦の時もね、確か初回先頭打者ピッチャーゴロだったんですよね。覚えてる。前回のね、巨人戦も。初球変化球は空振りです。ただね、3点も取られないですよ。ここまでそうはいきませんから。2割6分2厘、プロ入り9年目での成績。あ、ボールか。まずはワンアウトを取っています。インハイで。あっと、危ない。入れてきました。2ストライク1ボール。この回はワンアウトになっています。今度はスライダーを持ってきました。低め取ってくれないな、あんまり。今日はどんな展開になるのでしょうか。よし、あっと、空振り三振。打順は次に鳥さん打ってるね。怖いね、鳥さん。その初球は低いボール。本当低め取ってくんねえな。マジか。マジか。低めに入っています。ワイエンドワン。最近の3試合、その打撃成績多分見てくるだろうな。13打数の3安打。あ、入った。2ストライク1ボール。いや、もうスライダーはいいでしょう。ファームで外れています。いるね。ボールカウント2エンド2。早くも2アウトにしています。インド。打球を打ちました。打球はサードへ。ラタさん、1塁送ります。よし、これは1塁アウトで3アウトチェンジです。まあまあね、相手がどこだろうと初回を抑えても全く油断はしませんよ、当然。2回の表タイガースの攻撃、バッター金本打席。打点か。さあ、打ってるな。打ってるな。うー、怖い。まず際どいコースから入りました。カウント1ストライク、すげースイングだな、おい。この球はどうでしょう。これはスライダー。ボールカウント1エンド1。初回はお互いに3人で攻撃を終えました。危ない。一方、1点上がった。レフトに持っていきました。ワンバウンドヒットになりました。ノーアウトからランナーを出します。ちょっと甘かったですね。まあ、しんないよな。いきなり牽制。どこから行った。今のはファウルになります。この回ヒットを打たれています。今日最初のバッターボックスに入っています。厳しいコース、ちょっと低いですよね。ピッチャーを助けたスイングになりました。両チーム無得点のまま2回に入っています。危ない。この打球は次が4球目。よっしゃ、見逃し三振。よしよし。そして次のバッターとなります。さあ、城島選手を抑えないとね。危ない。際どいコースを狙ってきました。いいところへ決めてきます。次のボール、おし、ゲッツ。ショートへの打球、二塁はアウト。
よっしゃー、よしよしよし、さあみんなベンチ戻るよ。さあもう一回今のシーンです。ほいほい、いいねねいいねー、いいゲッツー。援護が、援護が欲しいです。安西先生、援護が欲しいです。ちょっと頼むよ。まずは初球、最初から低めに来ました。ワンストライクです。次の2球目、おーっと危ない、入ってしまった。攻撃中のタイガース、先ほどの回は残塁が1、そして得点はなりませんでした。緩いカーブ、2ストライク1ボール。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。もう一丁ボール球に、またスローカーブ、カウント2エンド、スローカーブで引きつけておいて、苦手なインハイにストレート、ズドン、あっ、いい当たり大きい、やってもった、やってもったわ、やってもったわ、嫉妬した嫉妬したわ、あちゃー、嫉妬したわ。これね、だから言ったでしょ、怖いって、なんか嫌な予感がするって言って、だから言ったんですよ。あっちゃー、マジか、まさか打ち取れるとは思ってなかったでしょうね。いや甘かった、甘かった、本当に甘かった今の。さあどこから来るか、最初は低めのボールでした。配球はね悪くはないないんですけど、緩急つけて悪くないんですけど、これはスローカー、やっぱりね、リリースミスったんで球威がね全然なかったんですね。見送った、枠いっぱいに決めてきました。この回ホームランで得点を許しています。高めやっぱダメなのかな。あっと打ちました、ショートが抑えます。よく取ってくれ、一塁に送ります。一塁、これは悠々アウトです。うん、まあまあね、切り替えていきましょう。ちょっとなんか巨人戦みたいで嫌な流れしてんだけどな。さあ1球目、巨人戦と全く同じ流れするぞこれ。まずは変化球から入りました。スローカーブえらく要求するね、君。いや細山田さんか、これは外されました。ほらまただよ。さあ3球目はどうか、あっと、ナイス、1塁へ、よっしゃー、堅実な守備を見せて、うまい、これはね、ピッチャー助けられました。かっこいいよ。はい、これは見ている方も気分爽快です。いや本当に。さあ今のシーンです。最高です。ここで打順が一巡します。リンウェイト。、うん、さあ本当にスローカーブ要求するね君。あんまりやと見切られるよ本当に。初球は変化球から入りました。そうそう、いろんな球種織り交ぜていかないとさ。あー危ない、そのタイミング、危ない、めっちゃインハイ行ってみる。おっと、上がった、上がったがどうだ、よし、フリーアウト、チェンジ。ああいう球をね投げたかったんですよ、詰まらせたりするようなね。甘く入っちゃったんだよね、そしたらね。4回の表、さあ平野さん、まず低め、膝元をついてきました。やっぱね、阪神にそろそろやられると思ってたんですよ。ただ負けられないんですよね、正直。やっぱ直接対決だから本当に、本当に負けられないのよ。あっ、取れなかった。ノーアウトからヒットが出ました。てか最近金城さん出てないけど、どうしたんだろう、怪我でもしたのかな。走ってくれば、まずは牽制、もう一丁、これも牽制、走んない、いや、いつも2球で止めてるんで、もう一回行きます。今度も牽制、走んないとね、走んないと飛び出さないよね。どこに入れてくるか、まずは変化球から入りました。ワンボールになりました。ここはまっすぐ、カウント1エンド1、3投目、ランナー走ります、バッター置かない、タッチがアウト、よっしゃー、初めて盗塁刺した気がするぞ。さあ今のプレイ、もう一度見てみましょう。今までね、走られまくってましたからね。いい肩、細山田さん、いい肩してるよ。肩どんぐらいあったこの人。いい肩とか言って、そんな肩なかったら笑いますよね、これ。いいか、いいじゃない、 D か。D か、 D か。なんとも言えないね。今日奪った三振の数は2となっています。まあまあ、させてよかったですね、これは。変化球、これは外れました。さすが見るね鳥さん。さあ5球目、
わっ低めのボール打ってショートの前、一塁へ送ります。よしよしよし、頼む、本当援護頼む、援護お願いします、マジで抑えるんで、抑えるんで援護お願いします、マジで。初球ボール、ノンストライクワンボール。金本選手ってこんな左ピッチャーに強かった？バットに当たった。ツーストライクワンボール。さあ次の4球目は、あやばい、危ねえ、うまかった、アウト、危ねえ今の本当に。うーちょっとマジかよ、岩田さん強え。初球はどうでしょうか。まずはスローカーブを見せました。コーナーいっぱいにコントロールします。一つ前の打席、見逃しの三振に倒れています。横川、この試合許したヒットの数が3となっています。さあ3球目、ストレートを持ってきました。2ストライク1ボール、ね、タイガース連戦初日、まずはリードを取っています。そうそう、全力を使っていかないと。弾いた、弾きました。さあ間に合い、無理だよな。さあヒットになった。スレッチさん何してたの。もう一度見てみましょうか。いや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 、今のね、セカンドがカバー行ってほしかったな。カバー、カバーっていうか、なんていうの、バックアップ、何からバックアップか、してほしかったな。まず打ち持ってきました。ワンストライク、横川、今日の4回までのピッチング許したヒットが4本、そのうちの1本がこの回です。いきなりランナーを背負って、これも強い当たりだ。うめえ、マジ怖え今の。さあ4投目、嘘だろ、これはスタンドに飛ばしそうだ、このホームランです。ほらだから、ね、だから阪神怖いんだよ、こうなりそうだって。今日はそんな予感がしたんだよ。うわちょっとやばい、ストレートが甘く入ってる、ストレートが甘いぞ今日。ダメだダメだ、本当にマジで。もう援護どころの話じゃないぞこれ本当に。やべえ、28本も打たれてるのか、打たれすぎだろ本当によ。やべえ、やべえ、どうしようマジで。うわっ、ボールが沈みましたが高いバウンドになりました。さあ次の4球目はインコース打って、タイミングは明らかに外れてたな今。第1打席先制となるソロホームランを、もう一丁外してみる。次が5球目、もう一丁というか外してみる。外、これは外れていきます。2ストライク1ボール、7番バッターブラズ、この6球目、ストレートからのスローカーブだと有効なんですけどね。これも鋭い当たり、打球はスローカーブだと、スローカーブからのストレートあんま意味ないのかな。にしても痛ぇな、あのツーラン。今日のストレートあんま良くないね正直。ちょっと抑えめに行きます。まずスライダーを持ってきました。1ボールになりました。さあ2球目は、ちょっとね巨人戦を抑えて浮かれていたかもしれないですね。これは甘い、変化球上がった、この打球はどうなる。得点差は3点、タイガースがリードしています。さあ第4球、これはまっすぐ、マジか、です。今日2度目のバッターボックスに入っています。ギリ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 、決まった、三振。さあ岩田さん、やーべえ、スタミナこっちの方が不利じゃん。まあ打たれたからね、2発打たれたからねこれ。初球見送っていきます。この球は枠に入りません。初球ボールはきついってピッチャーに。ストレート、カウント1エンド1、2アウトになっています。バットを出しません。2ストライク1ボール。さあ4球目、いつもなら外に多分スライダーないんですけど、ここで1球あーと三振。頼むマジで、マジで頼む。うーわ、3安打かよ。ちょっとちょっと待って、横浜スタジアムは6回の表、タイガースの方に打順は戻って、取ったら取れます。ちょっと本当にさ、援護がないんだって、援護がないんだって。ゾーンいっぱいに投げ込みます。奪った三振の数が5となっています。一気に来るか、やばい、3安打じゃ無理だって、さすがに。小さなフライ、右への打球、横川6回まで来ています。まだ5安打しか許していません。5安打しかじゃねえよ、3でも許してんだよバカ、3安打しかじゃねえんだよ。
インハイね、こういう時にねあんまり学習戦しないで投げますからね。で抑えるとまたねそれを調子こいて使うんですよ本当に。まずはストライク、ボールカウントはストライク、2球連続スローカーブ。じゃあ今度ボール寄りに、ボール気味に、よし、ローカーブできました。3球はダメでしょさすがに。さあタイガースこのまま初戦を勝利で飾るんでしょうか。させない、させないでお願い。三振、これで4者連続、これは入っていました。くそ、本当に本当にマジでお願い、なんとか。どうでしょう、もう勝ちつけなくてもいいからさ、せめて負け消してというか逆転して勝って、本当にマジで別に勝ち投手が横川じゃなくていいからさ、試合には勝ってマジで本当に。あっと5者連続三振はいいけどさ、うわーちょっと待ってくれよ、やばいやばいやばい、直接対決でうわ交代やばい、ちょっと待ってちょっと待って、お願いお願い本当にちょっと待って、おいバカ野郎加賀さん、いけいけいけ、あー負けたよ、ご覧のように完全に横から、うわーマジかー、この負けはきつい、きつい、クオリティスタート、あーまあそっか、え6回3失点だったっけ、いやいやいや、クオリティスタートだろうと負けたら一緒なんすよね、やばい、阪神に初めて負けたね、えやっぱ今まで勝ってたんですけどそううまくいかないってことですよやっぱり。あー8敗目、うわ城島選手また打ったのがマジかてかさ、9回の3点なきゃ勝ってたじゃん、勝ってたじゃん、誰よ、まあ、3点取られたお前が言うなって話ですけど、高崎選手マジか、なんだろうなこの系統は、なんとも言えないな正直、なんだろうな、なんなんだろうな、これどう言えばいいんだろうな、評価はどうなの、6は微妙くそ、予選和田選手のとこ、あそっか、でも橋本さん出しちゃったのが、そのまま守らせてもよかったんじゃないのかな、いやでもそれならライダー出せないか、うわこれ悔しいな、くそやばい、経験点下がった、およっしゃ村田選手強なったぞ、あまだだまだ終わらんよ、こっからあるぞ、はい、ということで今回は悔しくも悔しくも惜しくも負けてしまいました。3ゲームまずい、まずいぞ、なんとかね CS 行きたいっすね、ということで以上月久保さでした、次回もお楽しみに、バイバーイ。